マートン210安打で、2010年ね。はい、2011年は180本取られた。長野誠、第17回大会で2人目の完全制覇になった第28コンピラムの船長の人ね。というようにというように、始まった、というように、我々のメンバーではですね、はい、こういう偏った異常な知識を持った方々が数多くおられますと、まあ、今回はですね、まあ、そんな知識を利用したゲームをしたいと思います。はい、はい、名付けて辞書辞書作品ゲーム、これは、はい、そのままです。はい、今のをやる、ただ単に永遠やるというのが、やりますか。まず一人のその答える役が一人いて、でワードを出題する、いわばこうジャブをする係が2人かな。一人は審判、二人でもうもも浴びせかけて、で答える方はそれを受けて、その説明をねパッてすぐ返していくと。そのね、もう壁当てみたいな。まあまあ全然わからんと思います。だんだんやってると説明がねたまに雑になったりとか、知らないワードが出てきたりするわけですよ。怪しいなって思ったら審判の人はもうバツベーってやって、その何回答えられたか。ああ、なるほど。それで個人戦で、はいはい、なるほど。それでもう個人戦、なるほど。はい、というわけで早速やっていきましょう。メイクイットバスボーイズ、クルムだったキミコ。というわけで、挑戦者花尾でございます。はい、はい、ではいきます。はい、ほえ、ヨーグルトの上積みに含まれているその液体の名前、巻き場なさですか。巻き場なさ、それはあのスーパーとかに売ってる安いヨーグルト3つ入り、あの牛の絵が描かれてる。アプロですか。アプロ、それは俺の近所にあるスーパー。今引っ越ししてあんま近くになくなっちゃった。パパイヤ鈴木ですか。パパイヤ鈴木、それ頭爆発してる人太っていてヒゲも生えていてちょっと犯罪者チックな顔もする。え、博士太郎ですか。博士太郎、それはあのめちゃくちゃ取れてるっていうやつ、情熱大陸とのバイオリンしてる。え、水田市ですか。水田市、それはあの、まあ、僕らの近所にあるあの大阪の北の方にある市で、阪大がそこにあります。太陽塔ですか。太陽塔、それはあの水田にあるあのピェってやつ。エキスポシですか。エキスポシ、そう、俺めっちゃ大好きなやつで、よくそこのテーブルキッチンってとこであのジンジャーエール飲んでる。エキスモールですか。エキスモール、それ俺大好きなショッピングモールでそこでよく一人でたこ焼き食ってる。え、明石焼きですか。明石焼き、それはあの明石地方で生まれたあの焼き物で、あのお吸い物の中になんかたこ焼きみたいなのがぶっ込んである。あー、琵琶湖前ですか。琵琶湖前です。それはあの俺の近所にあるところで、まあ登ったら綺麗。琵琶湖ワンワオ。琵琶湖ワンワオ、それ潰れたし、俺一回行った。今綺麗になってる。ピエにも一回潰れかけてまだ復活してる。え、綺麗綺麗ですか。綺麗綺麗、それは手を綺麗にするやつで、冬は手洗いうがいした方がいい。え、顔ですか。顔です。それ顔、顔はもうみんな持ってる。みんな持ってるやつ。顔ですか。あ、顔、それはあの花王の時に俺が言った言葉、企業の名前ね。え、ライオンですか。ライオン、それはもうガウーってやつで、あのライオンキングの時とかにこうやってあの子供抱えたりしてる。キラーパンサー。キラーパンサー、それはドラクエ5に出てくるあの仲間でプックルとかに名前を付けてるし、ボロンゴとかに名前もあるし、ビアンコの疑問書かせると元気になる。ピエールですか。ピエール、それはあのスライムナイトの名前を付けてる。え、タキ君ですか。タキ君、それはピエールタキ君。赤い人、ダメな人。それはダメな人。え、入れ替わってますか。入れ替わってる人はタキ君。めっちゃミツハと入れ替わってるし、あの一葉と二葉とミツハがいる。え、秒速5センチメートル。秒速5センチメートルはそれ新海誠の作品で、あの桜の落ちる速度のことです。え、長野誠ですか。長野誠だってコンピラマン28歳船長、コンピラマン船長。ケガニの漁師秋山ですか。ケガニの漁師秋山で、ちょっと目が悪くて、だいたいあのスタート時にこうやってる。え、離婚ですか。離婚したのは、それはあのあ、白鳥文平ね。あの市役所勤務、白鳥文平。え、タコ置いてるおっちゃんですか。タコ置いてる、タコ置いてるおっちゃん。何だったっけ。多分大阪のどっかのたこ焼き屋にいるんけど知らない。これはですね、あのサスケの時にほんまの生だこをここに置いてるおっちゃんもいる。一般人だからサスケスペース、タコスペース、おっちゃんとか出てくる。はい、ということで、はい、ただいまの花尾さんの得点、はい、25点でございます。おー、すごい、結構いってる。ではいきます。はい、よーい、スタート。買いますと、あの会話コーポレーションっていうあの遊戯王の世界における社長の人ね。あ、ソリッドビジョンシステムですか。ソリッドビジョンシステムは会話コーポレーションってやつした、あのカードをセットしたら実際それが具現化されるっていうシステム。ニッパーですか。え、ニッパーはそれ、あのペガサス対会話セットの時のあのダークラビットを闇エナジーで2倍にした時のペガサスの言い方ね。え、強欲ですか。それはツボね。強欲なツボは、あの藤田ニコルが似てるって言われたから疾風の
暗黒騎士ガイアね、深海の戦士戦とかで、虹色のレインボーの上でこう、ダイレクトアタックした時にも、尻尾の暗黒騎士ガイア使ってカースオブドラゴンですか。カースオブドラゴンは、暗黒騎士ガイアと融合したら、竜騎士ガイアになるやつ。レベル4にも関わらず、2000しか攻略ない。アロマタクティクスですか。アロマタクティクスはカード40枚デッキ全てに違う香水つけて、どれが何か分かるっていう。友情、友情ですか。友情ね、友情ってカードの友と情は遊戯と情の力から出るってことです。情ブログですか。情ブログは大体登録者130万人ぐらいで、ちょっとプチ炎上しましたね。渋谷にね、ベッド運ぶとかやって。スクランブル交差点ですか。スクランブル交差点はサッカーの試合とかの直後でめちゃくちゃありふれてるっていう。卵ですか。卵、何を答えたらいいんだ。卵。スクランブルエッグ。スクランブルエッグ。いろんな混ぜ方があるけども、僕が一番好きなのでエッグベネディクトです。ベネディクト溶液ですか。ベネディクト溶液は生物の細胞とかに反応するときの液体で。酢酸仮眠溶液ですか。酢酸仮眠、酢酸ですけど核に反応する。酢酸オルセン溶液ですか。酢酸オルセン溶液も同じ働き。酢酸ですか。酢酸は、酢酸はそれは CH3COH で、もう一個酢酸ダーリアともあるってことです。ダーリア液ともある。無水酢酸ですか。無水酢酸は酢酸2つ の分子間脱水をした時にできるもの。はい、ポリエチレンテレフタートですか。それはエチレングリコブルとテレフタートの縮合重合でできます。テータですか。テータ、素関数論という授業の先生が滑舌悪すぎてシータのことテータって言ってた。シーターですか。シーター。終わった終わった終わった。全然わからない。シーター。もう一回、もう一回ちょっと真似して。シーター。さては、さては見てないんじゃないですか、この人。いや、見てないですね、これ。ワンチャン見てないのはもう想定内で、知ってるかなと思ったよね、さすがに。ここは何を見てなかったの、多分。これは天空の城ラピュタ見てたら正解でした。ああ、だからだ。ヒロインの名前ですね。あ、だからだ。だからだ。だからだ。見てないもん。江戸さんの得点は18問です。あー、頑張ったんじゃないですか。いや、酢酸ダーリアちょっと悔しいな。酢酸ダーリア出てこなかったんですよ。残り1個出てこなくて、ちょっと酢酸言えちゃったんですけど。では、参ります。はい、幼児山本。パリでダブタブーとされていた黒を使ったファッションで有名な山本幼児が作ったブランドです。ちょっと妻の方ですか。妻ですか。妻用紙ですか。ガリですか。ガリですか。それはしょうがないやつですね。バレンですか。バレンはあれです、ハンガーするときにバーってやるんです。バランですか。バランはそれです。お弁当に入ってる草です。あ、そうなんや、知らんかった。スピッツですか。スピッツあれです、ロビンソンです。ロビンソンですか。スピッツです。それトキーニワですか。それで8です。松崎しげるですか。松崎しげるはむっちゃ黒い人ですね。黒点ですか。黒点はあれですね、シュテファン・ボルツマンの公式で出てくる、黒点の変化によって太陽の活動が活発かどうか分かれてるやつですね。プロミネンスですか。プロミネンスあれですね、ブワーって出るやつ。コロナです。コロナはフワーって出るやつ。フワーなんか、フワーって太陽だって、フワーって出てがプロミネンス、フワーって出てがコロナです。分かると思います。地上の地平面ですか。地上の地平面はブロックローのホールの半径のことですね。それ以上、それより中に入ってしまうと光でさえも抜け出せなくなってしまうという、ね。アインシュタインの相対性理論ですか。アインシュタインの相対性理論は、相対性理論は一般相対性理論と特殊相対性理論の2つがあって、ノーベル賞を取ったのは特殊相対性理論の方ですね。ベロ出しますか。アインシュタインの有名な相対性理論ですね。はい、いや、よかったよかった。日食ですか。日食はあれですね、日食と月食に分かれていて、基本的に英語ではエクリプスと言われてるやつですね。ジー・エクリプスですか。ジー・エクリプスはあれです、キリト君に使ったわけです。明るいやお前それ。キャプテンファルコンですか。キャプテンファルコンはあれです、キャプテンバーレンですね。パーマネントスカーレットですか。パーマネントスカーレット、パーマネントスカーレット、それかっこいい商品の名前ですか。美術のアクリルガッシュの色です。アクリルガッシュってやば。アクリルガッシュやば。アクリルガッシュの中に入ってるオレンジがかった赤の名前のことです。だからアクリルガッシュってあったな。ということで、はい、ただいまのスンくんの得点は19点でございます。おー、頑張った。じゃあいきますね。はい、はじめ社長。それは日本で一番登録者の多い YouTuber です。はい、ボクシングですか。それは初めの一歩です。あれですか、キャプテン翼ですか。キャプテン翼、サッカーの方の漫画です。タッキアの翼ですか。タッキアの翼はアイドルです。キンキッズですか。キンキッズのそれもアイドルです。カーネル・サンダースですか。カーネル・サンダースは、ケンタッキー・フライド・チキンに座ってるおじさんです。
え、カーネルですか。カーネルはそれ、あの数学の用語で、あの送ったとこがゼロになるような集合のことです。あ、写像ですか。写像はあのそれ関数をもうちょっとあの一般化したようなやつです。え、ジョルダン標準形ですか。ジョルダン標準形はあの行列の、あの普通対角化って言ったらここしか並んでないけど、ジョルダン標準形はあの上、右、その右上のところにいつ並んでてもいいよってやつ。これからはまずい、正語あってできない。マイケル・ジョーダンですか。マイケル・ジョーダンはそれ、あのバスケットの選手です。え、エア・ジョーダンですか。エア・ジョーダンはあのマイケル・ジョーダンが入ってる靴の名前。ジョーダンは好きですか。ジョーダンは好きですけど。いつはピース・オブ・ケーク、どういうんですか。いつはピース・オブ・ケークはそれ、朝飯前って意味です。おお。パンパパン、朝はパン、今崎春のパン祭り、ツイッター春のパン祭り。チューチャンパイですか。チューチャンパイはあの2から8のえ、モーパイですか。モーパイはあの指の腹で触ってあの見ずにあの当てる。え、盲点ですか。盲点はそれ、あのバリの少女の人。盲目町のランプですか。盲目町、盲目町、盲目町。これはこれはこれはバイオハザード4の古城に落ちてるランプを全部調合すると輝く盲目町のランプになる。そげすぎだっていうやつ。これマジか。キム選手はしかし非常に健闘いたしまして、すげえすげえすげえ、キム選手なんと22問正解。やばジョルダン標準形とかも結構まあ、まあ、いやすごいすごい、あれすごい、あれを簡潔にパッて言えるっていうのがすごい、すごい、あれほんま正直説明力ですね。